ヤスオかいっちゃんきつい。2年の出撃まであと30秒スタンミキッチンまだですか。最近配信俺キッチン、俺料理なんてほぼできんけど俺料理はできんぞ。俺しっかりできないよ。見てわかるでしょ。あ、こいつ料理できないなって。うん、まんまできません。あ、今回は直すか。ちょっと直すわ。ジェドはアーマー所定式高い。また女食ってたんですか。いつになったらジェドやるの。ジェドのチャンス狙ってますけどね。ミニオンが出撃しました。ジェドはしないんで。なんでこれ角になんか角に勝手にビシャビシャのカレーとか作りそう。チェイ、なんかめんどくせえな、おい。いつチャンス来ますか。わらわら。なんでこれ勝手に角に勝手に合わせたんだ。また後で、また後で。わらわら。すべてはカード次第。あ、カードなんか綺麗に整う機能が逆に邪魔してる。気持ち悪。早くしろ。角にわらわら。サイズ合わせる。もうめんどくさいから。サイズを合わせられる。わらわら。あ、制服者じゃねえこれ。出たー。そうだよ、チャレンジャーヤスオですよ。今回ヤスオだからといってオール AD なわけじゃないからな。あ、なんか変わるらしいね。今日はついてる。あばば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 。戦国のヤスオやばかったよね。血液型 A、 多分切れてるよ。新工事おめでとう。ありがとうございます。いいだろう。ヤスオのキープタイムやね。制服者でしょ、新しいルーンだよ。これさっきの変な人。そう俺は負け知らずだけど。何が出るかは運任せだ。雷神だったらさっきも言っただろって切れてた。クスクス。いい感じだな。ソフ使っててヤスオが対面一番辛い。まあな、すべてをどっちされるかな。あのなんか TF のカードって投げるとき丸分かりじゃん。綺麗にクス落とす練習ですか。すべてはカード次第。クス譲りの上手いですね。ムアデストルクトエット。スタンミがヤスオと対面すると大体ボコられてるイメージ。ゼドと同じぐらいボコられてる。あっ、あ、ラッキー、めっちゃラッキー。今ので誰かにやるとかそんなことはできませんが、はい、ナイス、素晴らしい、お素晴らしいですよ。いいだろう。TP じゃないでしょ。うん、これ全ロスですね。全ロスまではしないから、ラージミニオンだから。ナイス。なんでクスするの。怖い。スタンに戻れたの。まだこれ昇格戦11。次の一戦で決まる。金銭上げてれば勝率上がったのに、ここまで判定。エモート返してあげないのか。なんでトホプップずっとペア1なの。ドパが使ってるからだよ。よう、こんにちは。ドパが使うと1位になりますが。もうごめん。何が出るかは運命。やっそ、相手だからだね。敵を倒しました。ヤスオ相手は相当きついからさ。ヤスオ版ってもう結構前だぞ。最近はもうカタリナとかバンしてる。なんかアルミホイルいじってるみたいな音するな。まあ、ばあちゃんが服いじってた。
なんかちょっと画像をさ、なんかちょっとうざいぜ。今日はついてる。35万買ってねっつの。お風呂入ってから美容室行った。ばあちゃんアルミホイルしてるの。そっちか。俺の買ってきた服をなんか位置ずらしてただけだった。いい気分。ほれぼれしてる。そういえば普段にも左にいる人誰なの？ね、俺の左にいる人って。それリスナーから巻き上げた金で買った服？まあそういうことだ。巻き上げたって言い方やばいけどな。すべてはカード次第。あー、これが来んのか。おとなしくしろ。あなたのチャンピオンが倒されました。微妙。敵を倒し微妙。マジか。敵を倒しました。シェンキルか。味方が倒されました。ミニオンか。アスキーアート全然出てなくない。ミニオンか。わわわわ。さっきからアカンセル多くない。圧倒的マイナス。できてないね。味方が倒されました。でもこれ勝ちそうですね。はもしかしてそれロレックスの時計ですか。吸収装置売るんか。吸収装置売る。俺は負け知らずだぜ。チェンソだってサポ死んだだけだしワース。スタさん、いや、シェンが切るならどっちかなんだが、ヤスオのバリア剥がすまでに3回ぐらいからついけててくちゃ。休んでる暇はない。シェンが座ってるんだな、この試合。真っ赤にする。夜を5000時間したって聞いたのですが本当ですか。5000時間。いやいやいや、多分 NA 合わせたらなんかこの前なんか1万時間やってんじゃねえかみたいな話になったよね。 NA の時点で俺4000何ぼじやってたんだよね、このゲーム。4500時間ぐらい。日本サーバー来ても持ってやってるからこんぐらいだろうね。やばそうだな。ありがとうございます。めっちゃやってるものこのゲーム。いや、ちょうど1万いくかどうかぐらいじゃない。アスキーアートハルク取る時だけにしろってゴーク買い入ってた。イカ役ヤスオのシールド強すぎる。1万時間はすごい。でもそれだけやってもダイヤになれるかど。ウェイ、そんなやっててもチャレいけないんか。そろそろチャレいけましたか。スタンには可能性そういうのにならないんだ。おとなしくしろ。スタンに勝て。敵を倒しました。よしよしよし、折っちゃえば。いや無理か。無理だな。あるね。ナイス、素晴らしい。キングスプリー。敵を倒しました。ブラシいらなかった説あるな。まあいいか。これ折り切れるか。ギャッ。ナイスナイス。よーし、ファーストは素晴らしい。悪くはないか。何か生えてる。いや、これ昇格戦だから。これ昇格戦なんだ。敵を倒しました。いや素晴らしい。ナイスだ。D4 には上がっときたい俺は。あ、アーメンマス、どうせまた昇格戦ビジネスするんだろ。ダブルドーニャじゃん。昇格したらプラチナ。何？
さっきもこんな試合あったね。スタッフボッチ消費できてないぞ。なんで消費できてないとかあんの？どういうこと消費できてないって。どういうことどういうこと？消費できてない。どういうこと？助けて！聞いたらサプライズだ！なんでストップウォッチ残ってたの？俺普通にいつも通り買ったんだけどな。わかんないわかんないわかんない。売ろうかね。これには安尾も困惑。ストップウォッチできる前に買っちゃったんでしょ。でも金土神だからシャットダウンゴールド入っちゃったんだよ。イカ役トイトチクリップ URL。 これこそ私の見たかったもの。クリップ見返したけど笑い方やばいぞお前。ブロードトライル SPXY ジャパネセ休んでる暇はない。夢を見つめたりオットの心得だよ。10分経つ前まではゾーニャに帰れない。セクシージャパニーズが歩きましたよ。お前めっちゃ笑っててヤバいやつに見える。セクシーったぜ。笑い方がヤバいしかわからなかった。クリップと思ってセクシーをしちゃった。おいエッチ2回時を止める男。スタンにマリカが映ってるよ。息子がこんな笑い方してママネーが心を痛めてそうで辛い。きっと10分前にゾーニャ買うとああなるんだな。余裕だな。初手ゾーニャに行くとああなるのか。初めて知った。あれはいけそうだな。やばそう、やばそうでない。敵を倒しました。敵を倒しました。ナイス。全てはカード次第。は？何？誰がフラッシュした今。何今のゴミみたいなキャノンミニオンの取り方。取れなかったね。おいおいおい、なんだなんだなんだ、なに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 、何が起きてる、何が起きてんだ今。はははは。おいおい、ウェーイ、なんだマジかよ。もったいない、マジでもったいない。クリップ見てきたけどお前怖いくらい笑ってて。休んでる暇はない。クリップ、後で行った味方。順調だ。ギョラが多分フラッシュにしたなこれ。スタンミピコンチャ。音響。スタンミピコンチ。イカ役。さっきの試合も見た光景。まああれが、これがあってこそのフィオラだからね。まあまあまあ。オールエンタテルマでした通りからさすがですね。味方のタワーが破壊されました。いい流れしてるね。はったりじゃないぞ。時計がまだ使えない時にゾーニャ作ったから消費できてなか。イカ役。期待したさでジンクスを売ってる計算さすがですね。期待ことどこで？ここで？旅行った方が良かった説あるよなこれ。全てはカード次第。で、こっちだな。
売ればいいのか。どこ売れ、時計売れ、時計売れ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 、なんで残すの。グズをストにして、まあ、安尾からフィールしてれば普通に勝てんじゃねえかな。俺は負け知らず。フィオラと魔王界って言ったスプリット、フィオラ絶対勝てるって来るもん。壊れた時計をアンチェイクと言い張って置いてる人間いるよな。いないね。先にアンドカットに変えよ。壊れた時計持ってても銃弾から守ってくれないよ。お前が一番キル持ってるから頑張れよ。俺が一番持ってんの。本当だ。ゾーニャー今2人で壊れた時計あるの。そっちか。光栄殺せないだろうが。ダメージ。いい感じだな。口さんより率 100%。 なんで髪整えてんの。切ってきた。あ、カードを配れ。このキルほとんど口だからな。怖い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 。いや、味方が倒されました。久々に来たけど、やっぱ今日は発見。時計とか買えるように複数持てるんでしょ。味方のタワーが破壊されました。おとなしく敵を倒しました。これ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 、こに見たいからそっせ。もう坊主見飽きたでしょ。結構長い期間坊主だった俺。ウェイ、頭よろし、頭よろしルートだ。マジ？こっちかこっちかこっちだな。正解はこっち。はい、ダメ、それダメだ。バキ上げれー。敵のトリプルキル。わらわら、靴の天才、どういうことですか。お前はトップ側だったろ、わら。大事故、事故った。この靴すごいな。あー、シャットダウン。これバロンじゃね。これバロンだろ。これバロンじゃね。最悪なんだが、順調だ。いいゾーニャですね。安尾うまいやん、わら。まずいまずい。いや、バロン湧いてねえじゃん。ジャープだ。確かに一緒に逃げる必要なかったのか。確かにだな。サイバーマン多分なんかミッド崩壊してますよ。ミッド崩壊してる。まあ、それはしょうがないね。チェンがジンクスをピールしてくれやいけんじゃないのかな。な俺は負け知らずだ。味方が倒されました。なんでスウェイン使わんの。強すぎるから。俺が浅いからだね。スウェインの勝率 0% なんだったら。いい感じだな。サイバーマン舐めてんの。サイバーマンさっきから休み殺されてるから守ってあげないって。何が出るかは運任せだ。この試合負けてん。ヤスオが最強になってる。ヤスロッキルだな。トフがトップをさないとダメだな。そっちか。スッキリだ。味方がタワーを破壊しました。味方が倒されました。あなたのチャンピオンが倒されました。敵のランページ、うん、
だろうな。敵のキリングスプリー強いね。野草が野草野草してるんだよな。死ぬくない？それ死んだくない？いやでも今のは人文があったからね。敵のキリングスプリー。あーキンドレッドうまいけどウルトないもんなそれ。まあバロン止めただけワースじゃね。マジそれやるの？味方のタワーが破壊されました。もう一回挑戦してください。わらわら、お前が止めろ。スタンに破壊して。スタンにお前が止めろ。何やねんお前。あなたのチャンピオンを倒されました。ちょい。コツです。バカめ。ダブル。やばいなこれ。安を止めないとやばいぞ。これ安を止めないとやばい。どうすればいい？頼む味方、頼む味方、味方頑張って。安をがうまい。安よ安よ、闇るの安を。オッケー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 。悪くない悪くない悪くない。逃げよう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 。ナイスナイス、グッド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 、ナイス。そっちか。素晴らしい。ちょっと待って。オッケーオッケー、グッドグッド、素晴らしい素晴らしい。ナイスです。ナイスナイス。おいあ、おい味方どこ行った？味方どこ行った？待って待って待って、味方どこ行った？これはい、これどれする？これジンクス相当きついんだろうな。貴様の恐怖芸術を生むのだ。何が出るかは運任せ。魔王界も来て、野草も来て、魔王界に打ち上げられたら野草来るもんな、これ。カードを配れよ。キンドレッドが機能してたら生き、多分生きれるんだよな。なんで誰も回復阻害ないの？ルルルル。確かに。あれ人が不遠走積んでる。栽培マンかわいそう。いい感じだな。いや実際キンドレットがこれ機能したら多分ジンクス生きれると思う。俺もイグゾーストかけるっちゃかけるけど。今日はついてる。ええ輝く金。やめとこ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 。いいよいいよ、時間稼げてるよ。十分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 。休むんじゃない。栽培マンに謝らさせるなよ。モレロスンね。魔王界の石が簡単に浮き上がりますし。モレロスム？モレロはいかんかな。何が出るかは運任せ。味方がありがとう。ウェプシェン。モレロ欲しくない？うわぁ、いいよ、ずっと。グッ、俺はいや、味方のタワーが破壊されました。四天王の中でも最弱役ですね。味方がタワーを破壊し、何お前、なんだお前。今日はついてる。味方のタワーが破壊されました。今の当たりに行きました。
よし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 、デスキャップそうそう積まないからな。ティドールいるけど大丈夫か、全員殺されない。ミッドオスミッドオスミッドオス、ボレボレする。ピンクスビルド進んでやっとダメージ出るな。味方がタワーを破壊しました。シャットダウン。ドラでいいで、ドラでいいで、ドラ行こう、そっちか。ジャッキーじゃない。いいね、フィオラにキルいったのマジででかい。これ CS も漏れてるね。よし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 、うん、ナイス、素晴らしい。まだ MR ないからな。いやでもボイド積んどいた方がいいのかな。これ魔王界が、魔王界なめビルドだよこれ。俺ちょっと待ってよ、どうしようかな。ビルドこれ、ビルドどうしようかな。こういう場合どうしたらいいのかな。僕は待てよ、難しいな。俺はモレロ行っちゃおうかな。じゃあモレロ行こうかな。モレロ行こうかな。オッケー、モレロ行こう。鬼元直行きじゃないけど。確かに。今回俺あれなんだよね、ロアなしビルド行ってるからさ、初手ゾーニャ行ってるからちょっと柔らかかったんだよ。いいチョイスだわ。日本イグゾスが湧く前ちょっと待ってほしいけど。はいはい、いやいや、お前それ死んだよ。オッケー、超あっけなすぎたね。